はい、こんにちは。今日は、2月8日締め切りですね。5、6年生の硬筆を書いていきたいと思います。鉛筆ですけど、こんなに濃いのを使う必要はないんですが、先だけちょっと注目してください。このぐらいね、尖らせておいて大丈夫です。かなり細かい字になってきておりますので、はい、ちょっと尖らせ気味でいきましょう。それから汚さないようにね、注意したいところです。はい、中心線からまずフランスのといきます。ちょっと拡大していきましょうか。はい、ここですね。カタカナですが、ただのギュッギュッってなる字ではなくて、少しふわっとしてるのがわかると思います。ここね、ふわっとして、ここでしっかり入れてからこうに来る。そうすることで、ここに隙間がね、ほら、ここが違いますよね。ここの開き方がね、少し変わってきますので、ふっくらさせるっていうのも忘れないでください。で、ふら、そう、らもそうですよ、一緒です。うん。で、うんとか、あとそとか、今そう出てきませんけど、これの違いを明確にするために、起筆っていうのをやっぱりしっかり入れていただきたいんですよ。やっぱ読みづらくなったりしないように、まずはそこですよね。運の場合はね、下にギュッとこれを入れてからスーッといくっていうのと、あんまりこうに ならないように、ここはこういうふうに遠回りするような感じの方が綺麗ですね。でここ広く取ります。フランスののは小さいですよ。カタカナの方が少し大きく見えて大丈夫です。それから小学校の小という字なんですけどね、こういう羽の部分気をつけたいのは、ここから少しだけ内側へ、この感じ、入ってからこういう風に跳ねてあげると、あんまりドカーンといかずに毛筆でも使えるような動きになります。こう、毛筆ってほらこういう風になってますよね。こちら側がこう90度になって、下がこう持ち上がってくるような、そういう書き方って、ここの内側に入るこれがあるととても綺麗にいくので、こういうところでちょっと慣れておくといいと思います。で、学という字です。はい、ここしっかりと長さ出しておいて、ここですね、こちら側は内側へ短くです。で、それもこうならないように、角度こちら側です。で、長くしないで、ここもしっかり開けてあげたいところなので、ここの距離感ですよね。で、ここまたね、少しふっくらした方がいいので、ふっくらさせるためにはやっぱ下からいってこういう風に上がってこないといけないので、あまり上からしないようにしましょうね。字の表情っていうのもそこでしっかり見てあげてください。小学校、そう、先ほどの説明のちょっと続きにはなりますけど、校という字も、ここ見ていただくと頭がね、しっかり出てると思うんです。これを出すためにはどうしたらいいかって言ったら、まず一画目を上から書いてはいけないというところなので、ここからの距離感を見ていただきたいです。ここからこう書き終わりますね。そしたら次、下から上に上がるようにしていかないと、ここが出ませんからね。しっかり出してあげます。で、木偏書くとき、右側は少しここ開けて OK です。で、ここの延長線上にこの6が来るように、少しこう上から始まるんだと思ってください。こう左と右に分かれてるような、こういう感じの場合ですね。で、下、こことここを揃えるように、こうすると綺麗です。はい、小学校では、では一人一人1です。こうですね、一人通り、ひらがな難しいですよね、こういうの。こちら側しっかり膨らんで、シュッと、
り、の優れた、今回優れたっていう字が一番難しいかな。まず書き始め、こう左と右があったら、先ほど言った通り、こう右がこれもやっぱり上に出てくる字なので、まずこの人偏書くときに少し下げ目、ここからね少し下げておいて、これちょっと長めでいいですよ。でこんな感じでしょうか。ここから均等に行きます。均等にここをね割っていくんですけど、1,2 で、ここ下の方がこう混み合ってくると怖くなっちゃって、ここどうしてもあまり引けなかったりするんですよ。でもこちらはいいんです、引いてください。でこういう風に来たら、次ね、先ほどの小学校の学とかと一緒でこう上がってきて、こちらを短くしてあげる。で中のこの心が下がってこないようにしたいので、こちらの、はい、これもしっかりめでいいですよ。でその上からかぶせるようにこう心いきますね。そしたら2点をこれ立てます。立て目な感じでこういう風にこれ、ね、寝かせないようにしましょう。立てておいてこちらで、こちらも立てます。ここはね多分あんまりよく見えないと思うので、ちょっとこちらに大きく書いてみたいと思います。まずこう、ここからがいいかな。この部分、こ心がきますよね、ここにね。心はふっくらとそんなに小さく書こうなんて思わずに、これの点をしっかり打ったら、その上からかぶせるようにきます。で、ここがねあまり下がってきてほしくないんです。なぜなら下にまだいるのでね、こちらにこうに来ますから、まずここでふっくらさせておいて、このぐらい空間は持たせます。で点をなるべく上の方に、こういうふうに1点立てて、2点目ぐーっとこういうふうに持っていきたいんですよ。でこの2点目のこの点からここに来ます。ここからこうですよね。で次長くビーって引いちゃダメです。ここちょっとにしておいて、このぐらい、このぐらいにしておいて、縦目にこういう風に来ます。今すっごい大げさにこれやったので、ちょっと変ですけど、ここからまたこういう風にねつながってくるっていう字がこちらの下のこの部分なので、これをねもう少し優しく書きます。こういう風に来て、こうなんか何が言いたいかっていうと、行き先がこういう風に行くんです。これはねこっちにこうに行きたいんですよ。でこちらはこういう風にね下にこう行きますね。でその違いを明確にしたい、こことここ、それがこの字です。でそうすると結果的にこれ立ってますよね、立ち気味に見えるんです。そうすると縦のラインこうやって出ますので大きくも見える。優れたところ、レですね、レ。ところという字もこの関係、こちらが短いですよね、こちらより。今こういうラインがちょっと見えてると思います。それとここの隙間をしっかり取る顔の表情ですよね。こういうとこね、眉毛があって目があるみたいな、ちょっとここ間がないとちょっと変じゃないですか。でここの入れ方ですけど、ここちょっと上が長くなってるところにギュッと入れてあげて、そうするとねギュッと入れてこうに持ってくると、ちょうどこうはぴったりですよね。っていうところで、ここは長くなってたら変なんですよ。長くなると接続部分がうまくいかないので、上が長くてちょっと下短くしとくといいです。で次こうものづくり、こう来てこちら側しっかり出すように、左のラインはこちらが払いがあるのでうまく出るんですけどね、右のラインはこの子こうやって出てくれないと出っ張るものがないので、あとここ次を書くと分かるんですけど、こうキュッと気質入れといてこう払いますね。そした時にここの隙間はもちろん
皆さん多分ちゃんとやると思うんですけど、こっちにも隙間ができるように、あのこちら長くしておきたいです。で、おです。お、見つけ、見るという字もこちらを長くしましょうね。1、2、3で左へ、あまりこう下にこういう風にならないように、これだとかっこ悪いので、左へなるべくこういう風に行くラインを持ってきて、その長さに合わせてこちら側でこういう風に出しましょう。つけ点ですね。全員、全という字です。書道ではね、書き順、いろんな書き順あります。これただ学校では多分これ横縦ですね。横立てで横横、陰という字はキュッキュッとこれ締める口を書いておいて、次は寸胴です。下にドンとドンと下ろして、でこういう感じで、でここはね均等になるべくこう上がっていいですよ、上に。で最後は横へギューッと、歯を描くみたいに、これもこう下にこういう風に足が長くなってはいけません。横にギュッてやるためには気質をこうギュッと入れといて横へ行きます。ちょっとギリギリになってしまいました。お、また U が来ますね。優等生と来ますけど、ちょっと汚れそうな場合はね、ここにいらない紙を敷いてから書きましょう。鉛筆でねよく汚してしまいます。私もやってしまうこと多いんですけど、はい、いらない紙用意しておきましょうね。はい、で先ほどの U の、復習になりますけど、書き出しの位置ね、上から書いてしまうと次のこちら側が上に出られなくなってしまうので、人名の書き方ちょっとだけ開けておきます。でこういう風に持ってくる、これの位置関係をよく覚えておいて、こういうところは短めにね、なるべく短めにしたい。でこういうところはしっかりめに、こうやって上がってて構いません。上がりっぱなしでいいですよ。今のとこまだまだ上がりっぱなし。で心っていう、これもこんな感じで、今は揃ってませんね。上にちょっとこう傾いてますよね。でいいですよ。でここです。この子はしっかりと下がってくる。これでバランス取れますから。はい、とうという字が来ました。これもそうですね、またね、あのこの一画目の位置結構離れて見えると思うんですよ。ただ竹冠、この2個目の方が上から入るので、結果的にこのぐらいしか空いてないんですよね。で先ほど書いたところっていう字と同じで、こちら側の意識だよっていうのを言ったと思うんですけど、ここの竹冠でもこちら側の意識が必要なのでちょっと長めです。でしっかり入れておいて横へ、そうするとここも開くけどこちらも開きますね。そういう風にします。でここに土という字、はい、関数字の2です。ここねキュッキュッと上がるのと、こちらに反る線、それから寸という字が来ます。寸という字はここからさっきの小の時と一緒です。ちょっと内側に入るようにしておいて跳ねる、で跳ねからの点ということで、ここの場合はこういう点の打ち方なんですよ。内側にこんな感じ、これがただのまっすぐの点にこういう風になってしまわないように、ね、ここはちょっと出した方がいいですね。はい、正です。これ縦のラインをあまり長くしすぎないようにしましょう。しないでとは言わないんですけど、こういう風に下反りたいので、ここがあんまり長いと出てしまうのでですね。で次がとしてとひらがなできます。でこういうひらがなのつながりはせっかくなので一気に行きます。中心線こういう風にあると思ってとですね、として
して卒業させると書きます。これキュッと上に上がる線で人が2つですね。で 2のこのね下の部分だと思ってください。ぎゅーっと反らせておいて、縦あまり長くしません、ちょっとだけで行です。でここが一番長いところ、その意識をしっかりね、ここが一番長いところで点が2つ、1、2っていう時、この対になってるこれは1個目立てます、必ず立てます。で1、2、3、まあ3本目がこれ一番長くていいんですけど、あくまでもこの字はここが一番長いんだから、ここよりも長く出っ張ってはいけません。でこうですね。でさせるとします。はい、では皆さん頑張ってください。終わります。